はい、というわけでやってまいりました。今日はですね、こちら、ホンダのね、ウェルカムプラザ、青山ということで、新しくね、ほら、改装したんですよね。ちょっと見に行ってみましょう。いや、フィットがね、表にずらっと並んでます。これネスやな、デリュクス。後で見に行きます。いや本当今年の、2020年の1月にね改装したということで、わあこれ株やな、株かっこええ。あ、だいぶねファサードから変わってますね。お邪魔します。わすごいカフェ並んでる。さっきの株、いや本当かっこいいよね。これ後ろもっとねクラシックな感じしますよね。これね、ホームが置いてますね。いやみんなね結構お客さんが多い。おーすごい N360 クラシックカーやな。1967年か、古っ。へえ、かわいいな、綺麗な。これステッカーかな。すごい後ろもかわいいわ。クロスターこれなんか人気が出そうな気がする。カラーリングかわいいもんね。スモーターか。で結構ねグッズもね売ってますね。なんか買って帰ろうかな。あ、アシモがある。アシモくん。3900円か。いろんな売ってるな。マグカップぐらい欲しいな。 T シャツとか。あ、ちょっとね私この間これ似たような買っちゃいました。ホンダレーシング、ホンダ、これやな、この白いの。ティーケース3500円。これは詐欺やな。うわホンダいいやな。ホンダいい、24000円。うわこれ欲しい。こんなに天井開いてたかな。財布とかも売ってる。何やろこれ。ホンダの社食カレーうどん。おスーパーカブ売ってた。2500円か。でもこれかなりクオリティが、かなりクオリティいいね。これええな、欲しいな。お腹すいた。総一郎の水。これちょっと飲んでみよう。サンドイッチ。いくら？美味しそうやな。これも総一郎のね、水で作ったみたいですね。で、これストロー。これ紙ストローなんですよね。意識高いですわ。じゃあいただきまーす。総一郎の水うまい。コーヒーうまい。これ、紙ストロー。変な感じやな。じゃあいただきまーす。あ、パクチー。このユニコードに生かされている技術の一つが、ロボットも人と同じ形をしていることが一番理にかなっていると考えました。皆さんこんにちは、アシモです。アシモ、調子はどうだい？バッチリです。はい、いかがでしたかね。ホンダ青山の、ウェルカムプラザ、いや綺麗になってよかったですね。私のチャンネルが面白ければ皆さんグッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録よろしくお願いします。